男子テニスのノルデアオープン、スウェーデン、バスタッド、レッドクレー、ATT250 は19日、シングルス準々決勝が行われ、ワイルドカード主催者推薦で出場している元世界ランク1位のアールナダル、スペインが第4シードのエムナボーネ、アルゼンチンを6対7、2から7、7の5、7対5の逆転で破り、 3時間59分の死闘の末にベスト4進出を果たした。試合後には集中力が途切れる場面もあったけど、最後まで体力的に持ちこたえることができたと満足感を語っている。動画、ナダル4時間の死闘制止ガッツポーズ。今期での引退も示唆している38歳のナダルは先月の全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレイ、ブランドスラム、出場後、ウィンブルドン、イギリス、ロンドン。 芝、グランドスラムを含む芝シ,シーズンをスキップ。今月27日に開幕するパリオリンピック、フランス、パリ、レッドクレーの前哨戦として今大会に出場すると、1回戦ではワイルドカードで出場した世界ランク461位のエルボルグ、スウェーデン、2回戦では第5シードのシーノリー、イギリス、ボイズ・レもストレートで下し8強入りを決めた。準々決勝。 1> 第1セットは互いに3度ずつブレークを奪い合う展開となり、タイブレークに突入。最後は突き放され、セットダウンとなった。第2セットもブレークの取り合いとなったが、ナダルは3度のブレークに成功し、終盤で勝ち越し、セットカウント1対1と追いつくと、ファイナルセットは3度のブレークを許しながらも4度のブレークを奪った。試合を通して10度ものブレークに成功し、約4時間の死闘を制した。 男子プロテニス協会の ATP 公式サイトにはナダルのコメントが掲載されている集中力が途切れる場面もあったけど最後まで体力的に持ちこたえることができたよすべてのセットでたくさんの変化があった少し彼ナボネがコントロールしていた時間もあった彼が主導権を握っていた瞬間もあったし僕が主導権を握っていた瞬間もあったでも最後は 誰もコントロールできなかったね。彼は素晴らしいファイターで、素晴らしい試合をしてくれた。彼の残りのシーズンでの活躍を祈っている、38歳のナダルがツアーで4強入りするのは今シーズン初めて。2022年のウィンブルドン、イギリス、ロンドン、芝、グランドスラム以来約2年ぶりとなった。準決勝では予選から出場している世界ランク130位のディーアドゥコビッチ。 クロアチアと対戦するドコビッチは準々決勝で同85位のティー・モンテーロブラジルをフルセットで下しての勝ち上がり。同日には第7シードのエヌ・ボルジェスポルルトガルと世界ランク121位のティー・ティランテアルゼンチンチがベスト4入りを決めている。